俳優の神木隆之介が主演を務める TBS 系日曜劇場海に眠るダイヤモンド10月20日スタート毎週日曜あと9時。今回は単島パートの鉄平と現代のホスト蓮王を演じる主演の神木隆之介をはじめ斎藤工、杉咲花、土屋太大トリの豪華出演者にインタビューした模様をお届け。撮影現場での様子や作品の見どころなどをたっぷりと話を聞いた。本作は1955年からの石炭産業で躍進した長崎県単島と現代の東京を舞台にした70年にわたる愛と友情、そして家族の壮大な物語。戦後復興期から高度経済成長期の何もないけれど夢があり活力に満ち溢れた時代にあった家族の絆や人間模様、青春と愛の物語を紡いでいく。同時に現代の一見して何でもあるけれど若者が夢を持てない時代を描き、過去から現代に通じる希望を見つけ出す時代を超えたヒューマンラブエンターテインメントを繰り広げる。神木さん、日曜劇場の主演は初めてとのことですが、オファーされた時のお気持ちをお聞かせください。